磯谷蓮介9月3日から1967年6月6日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。太平洋戦争期に日本占領下の香港で総督を務めた。兵庫県出身。旧篠の山藩市、磯谷二郎の三男として生まれる。私立尋常中学、大鳥成義塾、大阪陸軍地方幼年学校。 中央幼年学校を経て、1904年10月、陸軍士官学校を卒業。同期に、板垣聖志郎、土井原賢治がいる。翌月、不評少尉に任官し不評、第20連隊付となった。1915年12月、陸軍大学校を卒業し不評、第20連隊中隊長に就任。1916年8月、参謀本部付勤務となり、 参謀本部員、参謀本部付、不評第13連隊付、不評第13連隊大隊長を歴任し、1922年12月に帰国。1924年2月、第1師団参謀に就任し、翌年8月、参謀本部付として、関東に赴任し1928年2月まで、駐在。1928年5月、 臨時第6師団司令部付となり、第3師団司令部付を経て、同年8月、不評大佐に昇進し不評第7連隊長となった。1930年3月、第1師団参謀長に就任し、教育総幹部、第2課長、陸軍省人事局部任課長、県陸軍兵基本省付を歴任し、1933年3月、陸軍省省に進級した。 同年8月、参謀本部、第二部長に発令。陸軍の中では、中国通りを辞任し、中国公使官付部官、大使官付部官を歴任した後、1936年3月23日に、軍務局長となり、2.26事件の収集に、尽力。同年12月、陸軍中将に進んだ。1937年3月、第十四団長に、 親保され日中戦争に出征し、助手改戦などに参加。1938年6月には、関東軍参謀長に栄転するが、翌1939年9月に、野門藩事件の敗北の責任を取り参謀長を、辞任し参謀本部付となり、同年11月に退命。翌月、予備役に編入された。太平洋戦争が始まり、 日本が香港を占領すると招集を受け、香港総督に就任、公民化政策の強制、軍票の発行などを行った。1944年に総督の地位を田中被災地に譲ると台湾に赴いた。戦後、南京軍事法廷に戦争犯罪人として起訴され、1947年7月22日に終身刑の判決を受けた。 1949年2月から菅もプリズンで服役し、1952年8月に釈放され1967年に死去。ありがとうございます。